んだ。今回は日本のプロ結構出場しています。アバダゴニエとのカメメといったメンバーは今どこで乱戦をしているんでしょう。さあ皆さんお立ち会いついに始まりますよ。オンサーボールラント、さあ前に人が来ます。あ、人が登りますね。さあ台上に上がっていく。今 QB 選手が1人上がっています。さあこれは8人、勝ち抜いた組の8人です。さて着々と着席が進んでいきます。さあ今5名ほど座りました。現在5名ほどです。さて、現状は、ちょっと待ってください。今質問を受けてしまったので失礼します。カメラ全く収まってないですね。カメラ全く収まっていません。これどうするんですか。はい、今ですね、関左衛門選手がスタッフの関左衛門さんが必死でカメラを調整していますよ。こうすると、まあまあ見えますね。シュウさんが真ん中にいるのは見えますでしょうか。上真ん中シュウさんですよ。さあそしてこちらが分かりますかね。 QB 二宮が、映っているんですけれども、QB 選手残念ながら顔が下画面見切れてしまっていますね。さあ始まります。8人乱闘。あ、これだけの実力者同士の8人乱闘は何を考えてやっているのか、皆さんも気になるところだと思います。意外とですね、こういう、パーティールールで、普段スマブラをタイマンでやっている人たちの戦いって見ないと思うので、皆さんもこれもこういうのもね、貴重な資料として覚えておいてください。周りね、ポケモンスマブラっていうのはもうちょっとパーティーでやるためにね、こういうルールでやった方が面白いんじゃないかという方、これをね、資料として残しておいてくださいね。ね、さて、さあ相談がなぜか行われて、ここで情報交換なのか、それとも騙し合いなのか。シュウさんが笑顔で何かを企んでいる。そして QB 選手、下画面の QB 選手、何を考えているかわからない。見えた、真顔、結構勝つ気満々ですね、これは。下画面は2人しか映っていないですよ。ああ、ベオネッタの声が聞こえた。お互いのキャラ選択はどのようになっているのか。クラウドを使いました。マリオ、
鈴木サムス。さあ8人乱闘です、8人乱闘です。だから1画面おきにみんなに座っていただいています。アイテムスナットっていうのは、メンバー見ていて分かると思うんですけれども、結構、足の速さも大事になってきます。他のルールと比べてその単純に半角を取る、いや火力といったのも大事なんですけれども、ポケモンの火力が非常に大きいですので、それをどのように使えるか、マリオやホックスといったキャラクターが結構活躍する場面が出てきて、そういうゲーム、まあ、シングルスでも活躍するんですけれども、さあまずは乱闘からスイクが発動。オーラビーム大丈夫か、これはバイバイ。ちょっとリトルマックが食らってるんですね。ファイヤーは即死攻撃ですよ。さあ誰も触れず一件落着。さあモンスターボール拾ったのはタラコトリ。これはこれはどういうことでしたっけ、眠り子の足切れ子なんでしたっけ。そして、時間3分で3分だとヒトデマンがスピードスターを打っている。ヒトデマンをみんなが無視する、これはね分かりやすいのでね。さあ一方でおっとこれはリトルマックは大丈夫か、 QB 選手の QB 選手の連携。そしてね、乱闘に大事なことは、昨年も言いましたがプラス1を目指しましょう、プラス1。今回は、8人乱闘ですので、もっとややこまは何があったか、ヤコは大丈夫か、 EV だ。ちょっと絶望が大変な EV ですけれども、今回は割と平和な動きをしてくれます。いいキャラで可愛いですね。もう8人乱闘ですのでプラス2を目指しましょう。上位2名に入る。おっとこれは来るぞ、これはやばいやつだぞ。カヨーガ、英語はもうカヨーガという名前なんですけど、これには抵抗できません。もうこれはやられるしかないです。これは非常に凶悪な技です。でプラス2を取りますと、自分より上はプラス3の人だけということになるんですけれども、これはゼロサムゲームですので、実はマイナス1、マイナス2、マイナス3、ゼロ、プラス1、プラス2、プラス3って考えると、プラス2あるだけで上位2名、8人中2名になっている確率が非常に高いんですよね。4人乱闘ならばプラス1、8人乱闘ならばプラス2、これを忘れないでいてください。さあトサキントが出た。スマッシュブラザーズでは伝統的にトサキントというキャラクターがハネルを使って、何もしない担当をやっています。おっとリトルマックの、アーマーのあるスマッシュ。おっと同じここでゼルネアス。さあ特殊効果が付与されます。さあリトルマックのアーマーのあるスマッシュはですね、結構怖いんですよね、目離してはいけませんね。さあこのおっとちょっと今ベヨネッタのマダムバタフライがポケモンに見えましたね。パルキアなのか。おっとこれは大丈夫か、操作が反転しているぞ。これは一番効果的なのは顔を 真下に向けることです。さあそしてサーナイトという飛び道具反射のポケモンも同時に出ています。非常にトリッキーな戦場。ここで遺伝子ポケモンが登場。ゲノセクトですね。さらにもう一回ヒトデマン、ヒトデマンなんか自己アピールがすごいですね。 QB 選手をいじめている、これは露骨ないじめだ。つまりこれは QB 選手が現在トップということ、ここでなるべくストックを失いたくない QB 選手が脇を取った。さあガチ勢はこれでストックをカウントしているはず。優勝したのは重要なのは2位、2位は誰ですか。さあシュウ選手が1位、2位は QB タラコトリが互角、ストックをカウントします。さあストックを数えろ。与えたパーセントは、与えたパーセントか。さあまず取ったのはシュークラウド。シュークラウドの次はさあ今回の大会はですね、今回の大会は、あれです、2回まで負けられるんです。挑戦権が2回あるイベントになっています。挑戦権2回あるイベントになっているので、今負けた人ももう1回やり直せるというルールになっております。結局今のはどうだったんでしょうか、僕には結果は知らされていません。気が利かない受付ですね、まあ、しょうがないです。これは見えますか、僕がカメラで、本当進行2人、配信私、カメラスイッチングを神田山さんだけで運行するというね、サブイベントならではの自転車操業で頑張っております。さあみんなやってきた、ケン選手が見えますよ。
そして今回は遠征勢も多いので、ね、僕が全てのプレーを把握しているわけではなくて申し訳ないのですけれども、さまざまなプレイヤーが、活躍するそんな乱闘となっています。さあコントローラーをつなぐ皆さん、おっとケンさんの右隣はこれ桐原さんですね。桐原選手がエントリーしています。これは荒れますよ。ロゼチコを使える桐原選手が乱戦に来ていますね。これはずるいですね。実質口寄せを1回無効化できるので、ただ乱戦はどこから流れ玉が飛んでくるかわからないので、体重これも大事な要素になってきます。そのため、ケンソニック梅村 SAT 覇者ケンソニックが、隠れたボス、秘伝ボス、ジャパンプレイヤーパワーランキングに載っていましたけれども、この桐原選手がモニターで見切れていますけれども、どのくらい、この2人が暴れるのか、それとも他のプレイヤーの皆さんが、どのくらいポケモンラントを仕上げてきているのか、この勝負になりますね。与えたダメージですね。そうですね、与えたダメージを皆さん忘れないでください。さあ今回の SGC というイベント、ポケモンのシングル中および、スマブラのネブラ、この2イベントの合同開催となっていますので、蒲田ピオ大展示ホールを2日間貸し切ってこの大会を行っています。ありがとうございます。ですね、ちょっとケン選手の隣にいる上画面真ん中左、上画面真ん中左の方、これはこだわりスカーフ持ってるタイプの人ですかね。意外とですね、スカーフ、あれマフラーを英語では基本スカーフって呼ぶんですよ。最近あまりこうマフラーって流行ってないですよね、日本で。今回は、SGC 合同開催ということで、サブイベントはモンスターボール乱闘というルールになっています。ポケモンシングル中3日ちなみましてモンスターボール乱闘というルールになっています。8人中2人抜けです。8人中2人抜けのルールで、やります。さあここはリトルマックがたくさん選択されているが、さあロイがいますね。さあゲーム始まります。ゲームスイッチありがとうございます。関西門さんありがとうございます。はい、マイクのテノヘさんです。はい、テノヘです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、はい、さっきまで配信していただいていたんですけど、テノヘさん、はい、ちょっと乱戦でちょっとね喋っていただきます。はい、頑張ります。かなり殴り合いが続いていますね。そうです。お、一番端にモンスターボールが、あれあれ、これフローなの？マック画面見れてないじゃないですか。迷子になってません。さあ、ビーエスト選手もマックを選んでいる模様。また出てきましたね、はい、ゲノセクト。こいつ自己主張が強いが、あれは転生。あんまり飛ばない。死ななければ1%。おーおーおー、破壊光線が炸裂。トサキットで外れと。おっと、これケン選手もリトルマックを選択していますね。マック本当多すぎですね。シキ選手もリトルマック、どんどんウエスマッシュが炸裂する。これは面白い戦いに、ポケモンなど関係ないと。そうです、おーっと KO バッチ、やっぱり殴り合いが最強ですね。ケン選手やアイテムキャプチャーでモンスターボールを取りして、はい、BF と選手といった上位勢が、もっとこれはアルセウスが来てしまった。706一撃、これはシャドウダイブが来てますよ。ピラティナアルセウスともう神のポケモンばかりですね。マスターボールでしたね。でもこれ目が悪いとモンスターボールとマスターボール見分けられないので、あーこれは無力。マックはダメですよ。強いですね。マックはやっぱり乱戦での個人技は非常に強いんですけれども、はい、あの伝説のポケモンに対する、はい、あの抵抗がないですね。そうですね、もう横に飛ばす技ばっかなので伝説のポケモン。さあポッコ、ポッケンでは便利なキャラ。あー KO パンチは地攻撃水地攻か。あ、おーっと今地攻詰まったぞ。やっぱりこう、おっとこれは切って書いてあるプレイヤー、そうですね、決定しましたね。さあ今回はストックの入れ替わりが激しいぞ。先ほどの試合と打って変わって、
リトルマックだからですかね。 KO が溜まっている、あ、もうなくなりましたね。あ、また KO 溜まりましたね。多すぎですね。さあ、ゴーゴーと他に7人プレイヤーいれば KO 離しても当たるんじゃないですかね。そうですね。またモンスターボレーで剣選手が持っていますよ。あ、投げれない、投げ切れない、投げて落とした。カビオン、カビカビドッカーン、でかい、当たりません。ちなみにステージはカロスポケモンリーグとポケスタ2の、2択となっております。さあ、今の分かりましたかね。桐原選手はアイテムキャプチャーでしっかりモンスターボールを向こうから。うまいですね、やっぱ。さあ、ミジュマルどっか行っちゃう。あの子はちょっと可愛い子ですね。とロゼッタが事故ってちゃいましたね。おっと、これはキレイ花ですね。キレイ花で合ってましたっけ。あと20秒切りましたね。おお、最後の2人持ってった1人か。さらに KO。 さあ、シキー選手ですね、最後の。そして600族の、メタグロスが暴れています。この地震がちょっと厄介なんですよね。さあ、逃げ切れるか。トップは誰だ。シトデマンがさっきみたいに出ているとトップが分かりやすいんですけれども、2位が大事。やっぱりマック誰。さあ、2位がこれ誰。クラウド。誰、クラウドはバー選手ですかね。木がどなたか分からないんですけれども、なるほど。木って桐原選手。ちょっとみんな分かりやすいキーコンを使っていただきたいですね。桐原さんいなくないですか。あ、いますね。から協力的な回答を得られなかったとのことで誰が勝ったか分からなかったんですけれども、まあみんな口々にして言ったのがリトルマックは間違っていなかったと。けど勝ち上がってるメンバーを見る限りだとやっぱりスマブラ上手い人たちが勝ち上がってるんですよね。そうですね。だからやっぱり実力差が出るんですよ、はい、乱戦は乱戦だと思っているうちはまだ甘いんですよね、はい、だからそしてプラス2を目指しましょう、はい、やっぱりそうですね。スコアを見てて思いましたか。いや、はい、プラス2なんですよ。4人だとプラス1でいいんですけど、さすがに8人だとプラス1は足りないです。8中に抜けなんでね、はい、上位 25% に食い込まなきゃいけないので、はい、でも今回はさすがにマックが多かったんで、はい、プラスのその変動が激しいんですよね、通常のラントに比べて。そう、3撃墜1ミスとかでいいんです、はい、また4撃墜2ミスでいいんですけど、はい、前回は7、5とかだったと思います、はい、さて、さらに次の試合がやってきますよ。注目株のラナイさんいますね。やっぱりこのゲーム、さあこれは1回勝った組ですね、はい、これはそうで、あれ2回勝った組じゃないかな。2回勝った組です。2連勝台です、はい、連勝台なので一番勝ち進んでるグループですね。だから先ほどのシュウ選手、はい、クラウドで先ほど勝ち上がっていたシュウ選手が来ますね、はい、そして真ん中上画面真ん中右、上画面真ん中右はラナイ選手ですね。先ほど1回戦組のところではチョコさんに惜しくも敗れて2位通過だったらしいです。でも2位は安定していますよ、はい、1位を取ろうとするとやっぱりヘイトゲージが溜まったりとか、そうです、ね、嫉妬や妬みの対象といった、ね、ものになってしまうんですよ、このルール。まあ、8人いるんでさすがに露骨じゃない限りは、そう2位がいいんですよ、はい、ここはさらに、あ、さあ神奈川の洗濯が気になるところですけれども、僕はちょっとトイレに行かなきゃいけないんですね。いってらっしゃい。さあ、これはラナイ選手です。で、あとメンツは、メンバーはダメだ、関東勢にとても疎くてわからないですね。上段左側見切れてるのがどちら様だ。本当もうわからないですね、顔が。シュウさんとラナイさんとチョコさんしかわからないです。僕は関東勢ではないので。もうあれですね、下画面組は椅子使ってないですね。地べた勢ですね。地べたにあぐらかいてなのでカメラが見切れてるっていう。あ、なんかカメラ動いた。カメラ動きました、ね。
でやっぱりこの8人乱闘になるとキーコン時間がめちゃめちゃ長いっていう。先ほどはマックばかりでしたが、次はマック2人減って2人になりましたね。あれ、七井さん村長は村人ではない、村人使わないですね。クラウドですかね、もしかして。どれでしょう。字が小さくて私には見ることができません。そしてチョコ選手とシルクもいますね。ラナイ BF とタラコシュー、ヤド選手は誰だ、ネオンチョコ2、かなり強烈揃っています。2連勝ともなるとこのレベルになるんですね。さあ2連勝台です。シルクなのはポケモンの強力な攻撃をカウンターして、フットミスとても高いのでシルクのカウンターは、はい、なのでそれで荒らしてしまおうという。さあそれはちゃんと働くのでしょうか。ラナイ選手と2選手が選んでいるというのは何かしら理由がある。縦でやられないようにするっていう。オフですよ。でもやられないことを言うて当たって。さあ最初に出てきたのはスタージャー、アッパカッター。これだったらマックで殴っている方が威力があります。あ、エンテはこれがポケモンですね。あー、ラライ選手がパーセントが奪われて、で近くにモンスターボールが押して、ラライ選手一撃で100食らって KO ですね。伝説のポケモンは強いですね。はい、で丸前、伝説のポケモンの前にはあのジェネシス3位だろうと平等なのであ、丸前に来られたんですね。しまう掴もうと拾おうとした結果ちょっと失敗しました、ね、一番かわいそうな姿になってましたね、はい、さあチョコ選手がモンスターボール拾って、でオルギア、おっとチョコ選手の得が高い。エアロブラスト、エアロブラスト、そう PP5 しかないくせにずっと打ってくるんですよさあそしてナビゴー。今日 の、 あのポケモンの方の配信で、はい、ブルード選手の使っていたカビゴンが一発でやけど食らって、ダイモンジで一発でやけど食らってなんか耐えて負けていましたけどさあチョコ選手またポケモン出しますよ。非常にポケモンの出し方がうまいですね。もう隣のメタグロスのせいでコクーライ常に動いてましたねポケモンのやっぱ重ね出しは本当強いですね、はい、でこのモンポしかないルールにおいて、あバックスラッシュがスー選手ツーコントバックスラッシュ、はい、このモンボしかない状況にてサーナイトは自分のモールにしてしまえるので強いですね、はいはい、さあ雪の伝説のポケモンじゃない中ではこのルールで結構強いポケモンですね。結構主張してくるポケモンですけど、はい、あ、退場しちゃいましたね競技に KO パンチを合わせていく。これはカットインを使ってしまったが結果カットインで返されるという。まあ、またバルマインが事故るか。ネオン選手が捕まえることができた。どう捕まってもすぐ投げれる。そうですね、相手にシートを張られてしまうと自分が爆風の餌食になってしまうこともあるので、はい、おーとカウンターがうまくなる。ビジョンが、あ、違いますね、今マックの横スマです。あ、マックの横スマです、はいはいはい、後付けを変えてました。横スマでさあ残り1分切ってますよ。やはりね、プラス2理論をここで横スマだったの踏み潰して、さあミジュマルはかわいそう。おーっとミジュマルが優秀な、ミジュマル最後は2選手が仕上げていく。占い選手届く。おっとマイカ、マイカがですね、あれあの英語名が結構すごい名前をしているので気になったら皆さんも調べてください。へー、あの放送禁止用語になっている。なるほど、後で調べておきます確か地上にいる敵をこけさせるんでしたっけ、マイカは。あーそうか、そうですね、スマブラウンド。さあダンスが気になるところ。さあ残り5秒、縦シルクで時間稼いでいるが、コメントが最後決まりますよ。最後決まって、シュー選手のポイントはいかがか。ヨッシーは誰でしたっけ。ヨッシーはタラコさん、違う、ネオンさんで、2位が、2位がヤドックスさん。ヤドックスさんでいるのか、ラナイ選手が、あ、違 う、 う、ね、あ、これ同点、与えたダメージが436、撃墜数も同じなので与えたダメージ。あーららら、全然与えてないですね。450、むしろこんだけ与えてしかいないのによく4人も倒せましたねラナイ選手が2位ですね、はい、でラナイ選手のスコア見てください。あれ、あたプラス1なんですよ。でネオン選手はプラス3なんですよ。
だからプラス2を取っていれば2位なんですよ、この試合。あ、そうなんですか。つまりプラス2理論は正しいんですよ。8人中2人勝ち上がりは、ヤドックス選手およびラナイ選手ということに相なりましたね。シュー選手はあれ違う、ネオンさんじゃないですか、ヨッシー。あ、そうか、ネオンさん選手とラナイ選手ですね。はいはい、ネオン選手、ラナイ選手、はい、シュー選手、チョコ選手がここで1敗を喫したと。そうですね。今どこまで進んでるんですかね、このルール。もうそろそろ4人とかにしかなってないんじゃないですか。ですね、8が2になっていくので4分の1になっていきます、はい、出場はなんと200名いたとのことなので、うお15分の1はいったとなると、まあ、掛け算得意じゃないですよね。8×16 は128。じゃあ16ぐらいですね、16ぐらいですね、多分生き残りは。なるほど。ちなみに僕は2戦やってすぐ負けましたね、最速で負けました、ね、いや、8分の2、8分の2だったらほとんどの人は2戦最速で負けます、はい、モンスターボールはたくさん拾えたんですけど、はい、伝説のポケモンはミュウしか引けませんでした。そうですね、こういうルールは実はモンスターボール地上にあるのを拾うのも大事なんですけれども、はい、立ち回りで、ま、リトルマックやクラウドのようにちゃんと相手を撃墜、はい、KO やリミットブレイクで撃墜したり、はい、あとは飛んでくるモンスターボールを意外と掴むこと。そうですね。いや、それを無効化する道具、無効化する技、そういったものが必要になってきます、はい、アイテムキャプチャーだとか。だから意外とキャラに偏りがあるのが分かると思います、はい、マックやクラウドっていうキャラが活躍していますよね。ヨッシーが今、ネオン選手のヨッシーがすごかったですけれども、はい、やっぱヨッシーはどのルールでもオールマイティー強いですよね。お、次はあれ7、7人ってなんでこのルールで7人って。あ、今2連勝組がまだ、あ、2連勝組、はい、見つかってないんです。なるほど。さあ見えているのはヨッシーを着ているのは相葉選手ですね。はい、そしてこれは一体どういうことだ。下側のカメラみんな床に座ってしまって全くカメラに映っていない。そうなんですよ、なんか下側の人たちみんな椅子使わないんですよね。椅子がないから使わないのか。そうです、椅子に座ると座る場所が限定されるんですけれども、床に座ると好きな場所を向ける。あー、なるほど。だし僕はあぐらかきながらやりたいプレイヤーなので、はいはいはい、とかは大好きです。はい、おっと順位脱ストックの順番なんですね。脱ストックが一緒だったらパーセント、パーセントは4パーセントですかね、非パーセントですかね。与えたパーセントだったはずです。先ほどそれでラナイ選手とクソデブ選手が一勝組のところでクソデブ選手負けてました。はい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 、その差で。分かるプレイヤーが少ないな。大のあれ大之助さん違うか。大之助さんではないです。あ、でも座ってるから分からない。さあ、キーコンを見てみましょう。さあ、議論が行われている。何が起きようとしているのか。セヌヘイさん、北海道ですけれども、はい、北海道では乱戦とかすることありますか。は、朝のフリーでよく見かけます。あー、なるほどですね、はいはいはい、割と乱闘は多いですね、はい、朝のフリーで常に 2,3 台やってるイメージ。はいはいはい、関東は意外とあんましていなくてですね、やっぱり朝来てもタイマンしていく人が多い、はい、そうですね。今日もこんだけ台あって一組しか 見かけませんでした、朝のフリーで。でオフによっては、その格闘風によっては乱戦をするところもあるんですけども、はい、まあ、今回の大会に備えてしているところはあると思います。なるほど、意識高いですね。ヘッドセットを確実に取りに行ってますね。
まあ、いいヘッドセットですもんね。そうですね、僕もめちゃめちゃ欲しかったですもん。さてさてさて、さて今回のメンバーはどうなっているんでしょう。キーポを見ないと僕もラインナップがわからないです。はい、あの一つ日本のプレイヤーで僕も困っているポイントなんですけれども、はい、基本的にその顔アイコンの人がいないんですよね、ツイッターが。はい、なので結構上位のプレイヤーでも、はい、まあ、だいぶ上位になれば分かりやすいですけれども、はい、普段からツイッターで発信してどの人がどれっていうのを分かるようにした方が僕はあの、はい、大会の盛り上がり、その本人の盛り上がり、ファンの獲得、はい、それですね、ひいてはですね、そういうプレイヤーが出ることによって梅ブラが盛り上がるというね、こちらの特につながってますね。早速今試合初モンスターボール。で今回のメンバーはリンクの、はい、ひい選手のリンクがいるというのが、はい、特徴なんでしょうか。特徴ではないでしょうか。ひいです、書いてある、多分あれはひい選手でしょう。さあ今回も人手番が登場。あともう1回のリンクが、はい、白いリンクがヘイロー選手ですよね。ヘイロー選手、ヘイロー選手はあの、はい、英語が喋れる人です。日本、日本のマスターボールはデオキシス、ここに触れてしまうとちょっときつい。おお、たくさんの人たちが餌食になりましたね。そしてシーク、白リンクが 100% 超えて、もっとまたメタグロスですね。さあ自信がかなり脅威になっていきますが、意外とこうチューニックに対してもね、そこまで脅威にならないんですよね。あれはチューニックは実は1体しかいないんです。ただ今回注目なのはシークがどのぐらい活躍できるかですね。アイテムにメリットのある技をそんなに持っていなくて、ね、足が速いっていうこと。そうですね、アイテムの回収性能はめちゃめちゃ高いです。僕もシーク使ってましたが、はい、それで一番モンスターボールは拾えてました。そこを生かしていくしかない、はい、メロエッタ、なんだこれは。今回初登場ですね、メロエッタ調べきってない。おっとビクティリン、これは状態異常かけるやつですね。状態異常、バフでバフをかける、操作できない。とても今日持ち出した召喚したプレイヤーがとても強くなるやつですよね。はい、他のキャラにもデバフかかったんじゃないですか。でも、あ、でしたっけ、色がついていたので、僕もうちょっと調べておくべきですね。ちょっと EV は体当たりですよ。実用力のシーンは強いですよ。さあドロワーク、これ大好き、僕ゼロワー、ドロワーク大好きですね。あー、サッシキー選手が、はい、かっこいいですよね、このドロワーク。しかし撃墜されまいと相葉くんが妨害してます。ですね、自分にとって都合のいいプレイヤー、例えば自分よりも今スコアが低いプレイヤーが撃墜されるのを防ぐとか、はい、そういったトリックも必要になってきます、はい。さあメタクロスがもう一回出てくる、決めてを決めて、俺は強いぞと言わんばかりのこの登場回数ですね、はい。僕もレート戦ですごくメタクロスには困っています。剥がれタイプ強くて、そうですね、メガ進化がとても強力ですね。いやもう700毒なんてね、あいつもう実質アルセウスですから。さあモンスターボールはカビゴン、おっと横スマッシュが吹っ飛ばしていく。そしてカビゴン、カビゴン以外です。あと7秒、リンク生き残りたい、白リンク生き残りたい、生き残りたい、が、あと1秒、生き残った。これは赤リンクの方、 T 選手ですね。そして2位がクロシュルク、あれ結果は大丈夫、クロシュルクですね、一択でしたね。 T 黒、 T 黒の、生き残りです。やっぱり上手いプレイヤーが上で勝ち進んでいますね。うん、黒選手キャラが違うので分からなかったんですけれども、あ、ピットの黒選手ですよね、はい、SAT でベスト8に入ってかなり、知名度を上げました。さあ2連勝組が終わって3連勝組が発生している。そろそろもう3連勝組はしかしまだ8に揃ってないんじゃないですかね。
はい、帰ってまいりました。3連勝となりましたですね。8が2になって4の3乗は16の4、3連勝となると16の4、そんだけが64ってなるともう、4人ぐらいしか生き残ってないんじゃないですか、はい、最後に8になるんでしょうか。あ、でもスタッフがちゃんと計算してるから生き残ると8になるようにできてますね。ラナイドルが出てきましたね。あれ台湾2人だけ、いや多分ちゃんと出てきますよ8人、そのための敗者側なので8が常に残るように敗者側になっているので。さあかなり強いメンバーが出てきましたよ。さあドルラナイが下カメラに映っています。今ラナイさんがさっきピットやばすぎでしょって、何があったでしょうかね。やっぱ縦もあるし、あと横身がリフレクターじゃないやつ、あのついてます、ね、あラッシュアッパー、そうですね、リフレクター2つ持っていてしかも殴れる、はい、あのリフレクターって所有権も変わるんでしたっけ、モンスターボールのどうでしたっけ。僕ピット俺乱戦していないので調べておくべきでした。なんちゃんさんとなんちゃんこめんは私の最初のグループの負け同士なんですけど、あ、そうなんですね。あれもちゃんと初戦で1敗からのここまで勝ち上がってきたんですね。すごいですね。常に反省を生かせるタイプのプレイヤーですね、はい、さあ8人なんとやっていくのでキーコンがどんどん増えていきます。そうですね、どんどん消していかなければなりません。逆に言うとですね、はい、大会の Wii U で簡単なキーコンを使っている人、例えばアとか点とかそういう短いキーコンを使っている人は、はい、僕のキーコンすぐ消してもいいですよっていう風に結構うまく作用するので大会運営にもありがたいですよ ね、 すね、割とそういう名前の人ほど消しますよね、うん、人から先に。やっぱりスマブラのイベントはこのように、結構さまざまなプレイヤーへの思いやりや協力によって成り立っていますので、はい、なんか上画面になっちゃん選手が映ってるだけで面白いですね、はい、彼とても可愛らしい仕草が面白いですね。さあ、見えていませんがこのグループにはラナイ選手が生きているはずです。乱戦前にこれはサブイベントなので、ね、結構みんなリラックスして相談をしています。割とグループによっては本当乱戦中の3分間ずっと喋ってるグループとかもありました、ね、楽しそうにまるでなんかリア友とやってるかのような感じで、はいはいはい、まあ、リア友とやっている時の方が意外とね黙ってあのスマブラ勢がリア友とやっている時はだいぶ余裕あるかもしれませんが、みんなが もともと単純にリア友しかいなかった時のスマブラっていうのは意外と真剣だったと思います。あーなるほど。あ、今回、SGC、はい、梅村×シングル中という内容で、2イベントポケモンとスマブラのイベント同時開催となっています。そのためサブイベント、8人乱闘モンスターボールラントンが開かれています。さあ皆さんおのおのキャラクターそしてキーコンを選んでいく。マック来ましたね。やはり生き残るリトルマック、今回の、選ばれしパーティーは一体何なのか、はい、気になっていくところですね。そしてシュルクやピット、ブラックピットですが、あー確かにモンスターボール飛んできたのは横に飛ばすとなるとブラピがブラピの方が適しているかもしれませんね。確かあのマップ、はい、あのステージ横狭いですもんね、はい、なんか電ショッカーガキ端がワンチャン当たればあーそうですね、確かにステージは2種類しかないので、はい、1種類です、あのポケサー2ですか、ポケサー2だけです。あ、はい、分かりました。さあそして今回の結論はブラックピットとなってしまうのか、それとも主力やリトルマックが意地を見せることができるのか。早速電ショッカー取って、さあ3連勝台です。ヘビースモーカー選手が村人を使っていますね。しまうと強くなるあのしまうで、あの伝説が出ると面白そうですね、威力 1.9 倍で。ラナイ選手は主力を使っています。さあマイカー、
今回無理無理という言葉が聞こえますが、おそらくこれはドル選手の叫び声でしょうか。さあ関西からのドル選手、結構プリンが好きなプレイヤーだと思っていたんですが、はい、プリン使ってないですね、ランセルは。やっぱり軽くて、おーっとここでギラティナ、ギラティナは本当強いですよ。暴れていきますね。一回引っかかったらやられるやつを複数回出してくるっていうのがとても強くて、ちゃんと反転してくるんだね、引っかかってプレイヤーは反転するのあんなに頑張ってるのに、はい、ギラティナは自然となんか吹いて反転してくる。おっとゼルネアスがもう一回、ゼルネアスは確かバフですよね、これも。いや、このバフ、あ、そうです、バフですね、バフ風じゃなくてバフです僕の聞き間違いです、バフですジオコントロール。さあ、コフライ、コフライは眠り子なんでしたっけ、しびれ子なんですね、しびれ子なんですね。攻撃をしたら粉を撒き散らして、はい、普通に食らった。でややコマが微妙に跳ねてます。さあ、しびれたところにボーリングがきて、伝承会2人蹴散らして、やっぱり伝承会ですよこれもプラス2ですよ。はい、緑色の左から4番目のピットが割といい成績残してますよ。おっと、これは何が起きた、今は TK3 が上がったところに何でしたっけ、入ったけれども、このポケモンも強いですよ、とても。そう、基本風を出すやつは強いです、はい、そしてダークライが、ダークライだから状態以上かけて寝てるやつをどうする、 KO パンチ、 KO パンチで1人持ってってクエストまで押し寄せされる。だんだん出るポケモン分かってきましたよ、いいクエすぐ。さあ、スターミーが違う、一人前が追いかけるのはキコ選手。キコ選手のブラックピット今1位だというんですか。そしてゼレンね、これ地味にダメージ入っちゃいますね、はい、メロエッタ、よくわからないボールを出すそうですね、これは単純な攻撃です。おーっと撃墜、たまにめちゃめちゃ飛ばします、ね、お、マスターボールが登場して何が出る、ギラ、なんだ、ビクティニー、ビクティニーですね、ビクティニーもとても強いですよ。おっと、はい、さあ、M&M さんが今、はい、大きなバフをかかって、さあ、これプラス2を取れるか、電ショッカーで蹴散らして、電ショッカーでやっぱ最後は信じられる技を出しますよ、はい、さあ、この2人両名確定ですね、これ1位多分1位決定戦ですね、これどうするって掴みたいですよね。あー、だって やっぱダッシュアッパーですね。あれ、これは結局キコさんとキコ選手と M&M さん、はいはい、はい、やはりこれは結論がブラックビットになってしまったのか、はい、シルクやリトルマックは大丈夫か、大丈夫じゃないですね。あの村長がピットやべえって言ってるくらいですから、正しいことしか言わないのでね。2勝1敗グループ。さあ、Lさんが人を呼びかけています。はい、ちょっと疲れたのでちょっと伸びてきます。はい。あれ、あれハサン、それカメラがっつり映ってますよほんと朝からあやハサンすごい頑張ったので疲れですね。はい、そうですね。さて、乱闘は佳境に入ってきてますね。そろそろ残ってきてる人たちが、はい、絞られてきて決勝にっていうような形なんですけど、もうあと20人もいないですよね。そうですね、200、300人以上うわーってやったんですけど、はい、あっという間に、多分先ほど3勝組の対戦したんで、つまり4勝組が2人いるんですけど、4勝組多分ゼロ負けの人たちですかね。そうだと思いますね。そしたらこれの残りにあと2人が入ってきて、8人入ってみたいな感じで、はい、というわけなんですけれども、まあそうですね、全体的にキャラクターを見る感じ、一撃が重い選手、それと、はい、
まあまあ持ってる選手、そうですね、アーマー選手、アーマー持ってるプレイヤーがキャラがとても強いですね。そうですね、まあ先ほどは最終的にブラックピットの電ショッカーで振り上げる姿がすごい見れたんですけども、すっごい電ショッカーが飛び交ってましたね。はい、でまたそうですね、強力なポケモンを所得できた、はい、プレイヤーがすごい有利に動くみたいな感じで、まあ先ほどから配信台非常に大怪獣バトルというようなレベルのポケモンが多数登場してましたけど、こうやってずっと見てると、はい、あんまりポケモンは勝敗に強くは関わってないんじゃないかなっていう気がして、なんかどちらかというとポケモンを取った後のその後のハイエナという言い方あれなんですけども、はい、まあ取りこぼし飛んできた相手をどれだけ当てて落とすかっていうような、はい、2回戦だそうです、2回戦扱いだそうです、これは。なるほど。で先ほどの話の続きなんですけど、はい、あくまで乱闘のおまけとしてポケモンがいるような気がしてならないんですよ、そのアーマー付きの技が流行ってるこの環境を見る限りだと、ほぼほぼその中でもしかしたらポケモンのによっては逆転あるかもよ程度の乱闘かなっていう印象ですね。そうですよね、逆転要素が強い人がうまいことを利用してるっていうような話ですね、はい、果たしてこの1回戦扱いで戦っている中でのキャラクターがなんとシュルクがここで増えてきて、はい、シュルク、シュルク、ヨシー、マック、フォックス、シーク、はい、そしてあと2人、これ6人だったらもしかしたらあれいる、あ、いる、7人、8人かな、あと1人、7人、7人っぽい、6位だったらもしかしたらポケスター2がギミック発動しちゃうかもしれないと思ったんですけど、人数によってギミック発動する人数しない人数ってあるので、そうですよね、6人だったら確か発動するんじゃないですかね、ですよね、はい、まあ、7人だと多分さすがに発動してない、はい、ただちょっとクラコンですね、クラコンの、はい、すごいロード長いですね。まあそうですね、これ結構長らく配信で使ってる台ではあるので、ちょっとまあちょっと今日はちょっとかなり過労させたかな、ちょっと頑張らせちゃったかなっていうところはありますね。 DLC もいろいろ入れてますね、そうですね、増えてきてますし、はい、早い、ちょっとせっかちさんがいるみたいですけど誰が A ボタンを押すのかっていう、誰が進行するのかっていうのでちょっと読み合いが発生しますよね。さあというわけで上画面にラナイさん、そして下画面に、藤田さんから、ケンさんかな、といった形で8人勢ぞろいだったんですね、はい、あら、シュルクも流行ってるんですよね。そうですね、縦でとにかく生き延びるみたいな。そう、7人ですね、はい、さあこの、お、早いですね今回は、はい、スターボール出るまでが。さあゴーボートが登場、さあ早速マスターボール、誰が取った、フォックスが取った、フォックスで出てきたのはキュレム、これはもう左右に氷が発射されているという形で、はい、もうちょっと下具合の真ん中で発生したから待ってたんですけども、あー大爆発、はい、結局プラスマイナスゼロですね、ナナイさんも。そうですね、失礼しまして、あら、モンスターボールドッジボールじゃん、ドッジボール7ピース、これはクラウドは出ますね、はい、さあ中央でもあるビデンネがすごい、両義シークがモンスターボール拾って弱く投げてトタキンと、でまた4ピーススタートですといった話なんですけれども、ここは順当にマックがしっかりと点数を取っていきましたね、はい、さあ本も知るに1分経過、この感じだとかなり両リーグがしっかりと相手を返してきている中で、そうですね、結構
結構出てる印象なんですけれども、あーっと、さあ道で失敗、そこからのニャース。さあ、スターボールはゾロアーク、ゾロアークとても強力なポケモンの一人、一つ、一匹しかし、なんかしかし、あれ動かない、あれ動かない、動かない、あれあれ動かない、動かない、あ、あ、発動した、どうしたんですかね、狙う相手を見定めてた、見定めてサリタルマックは激戦、はい、引き取ってしまう、そしてとても強力なギラティナ、このギラティナ実は先ほどからあの崖端にあの尻尾から判定出て、あの、はい、いろんなキャラの復帰を逆に済ましているみたいな形で、はい、図体でかくて本当邪魔なんですよね、しかも尻尾にも判定があるから非常に、はい、さあこの破壊光線じゃない、なんだっけ専用技、サイコブースト、サイコブーストジスパータイプで最大攻撃力を誇る専用技、走ってしまうと激しいタクシタ選手がボックも召喚、相葉選手がビクニオ勝利の星、ビクニアとても強力ですよ、この状況でまあ走りに行けたりとかしたらいいんですけれども、はい、なかなか突き合ってくれないというところですよ、そうですね、ただ飛ぶ、もう離せば離して当たればもう簡単にやられてくれるので、おっとサーナイト、でもなんかサーナイトの反射にコフライが反応したみたいな感じになってますよね、やらない主力がやられすぎて激でワンチャン狙いに行きましたね、そして倉庫中心にメロエッタが上で暴れる、はい、残り5秒を切ってあのシュルクをどうにかしやりたい、しかし逃げる、これはシュルクが取ってますよね、そうですよね、はい、さあこれはどうなったのシュルクなのか、左から2番目のシュルクだと思います、これは通算、危ない危ない危ない、誰だ、通シュルクとフジタフォックスですかね、おお、あというわけで人数が絞られてきました、あー、スタンキュービーさんも勝ち上がってたんですか、へー、はい、はい、さあ、これは準々決、じゃあ準決勝ってことは、はい、これ勝ち上がった両名2名が、決勝グループに参加して、そして決勝が始まり賞品獲得と、とても大事な一戦、さあ、あのグループって指さしてたってことはもしかしてアナイさんタラニトさんと誰か、はい、分からない、ネオンさんと用品、ネオンさんとあと誰かが勝ち残ってます、通算、通算か、いや今通算はもう壇上に上がってますね、あ、はい、このメンツ、アース、キュービー、ピコ、フジタ、そしてM&M さんかな、あ、M&M さん、ちょうど勝ち上がってますですね、もう随分暗くなってますね、はい、今日と見たら、まあ、というわけでここからのマイクもすごいあの皆様の会話を拾っているといったところではあるので傘ゲーム画面、そうキュービーさんは自分の自キャラを信じて、藤田さんも自キャラを信じてフォックスですね、そして残りはシュルク、ブラックミット、やはりワーマーさあ、アースさんのそばに落ちてしまったが、通算が、いや、M&M さんがハイエナ、さあ、これは強い、さあ、そして出てきたのは雪の王、雪の王は先ほどその位置だと、もし、あ、内側に氷の氷のパンチをしてくれたので、
さあ上も地獄下も地獄といった形でさらに古風来が暴れている。この氷のパンチがとても強い。冷凍パンチか。さあ落ち着いてペロッパフお手製ゆっくりですね。まあウィッチタイムですね。さあそこでメタグロス、早速ようやくスコアが変動しました、ね、なんだかんだポケモンを使ってるわけではないところでしっかりと、はい、まあ、あのゲートスマッシュで強くするんですね。このポケモンはいまいちよく分かってない。今のところブラックピックが多分1、2に近いような形の成績なんじゃないでしょうかね。さあそれ以降横なりながらでルギア右側に飛ばしたい。そして画面全体攻撃できるラティアス、1Pのポケモンですね、両方とも、はい、さあ非常に強力マップ兵器。さあ何のキビビアネット上がってきた。復帰力高いですね。できましたね。モンスターボールは M&M さんが取らない取らない取らない選択。ここは横スマで崖を潰す。カービゴン誰にも当たらない。アーテンスの空上で選手で追加です。さあ目まぐるしく画面的に広がってますが、はい、さあ打撃はでのデデンネ、そしてその間にマスターボールを結構選手昇格、そして触れてきたのはキレイハナ、はい、セーブしてしまった。さあマスターボールこれは拾いたい。選手拾ってキュレム、キュレムこの位置はすごい強いですね、はい、キュレムとても強いのでこれは数選手回避はできない。なかなかの帰ってくる。うわ並ん全員のポケモン並んで、これただ見づらいだけ。召喚者にも得がない。さあ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 すごい方向に皆さん UAB してます、はい、戻ってきた。さすが旧説さん。さあ残るは30秒見て誰が、まあ、狙われているのがアース選手、あアース選手がおそらく1位、その出番は1位狙うので、あファイヤー当てることができれば撃墜が可能。しかし空を飛んで誰も当たらず、バイバイ画面をにらみつけてただけですね。そうですね。さあラスト5秒、この後バックアタック、おっと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 、爆語でハイエナ取りましたね今。これアースさん、ああですよね、すごいですね、結構プラスで稼いでましたね。はい、ブラックピット、これはキックキコブラックピットですね。スーシルクとキコブラックピットなんていうか、なるほど。さあ現れました3連勝組 T ネオン、いや4勝組じゃないですか。4勝組ですよね。これ多分決勝なんですよ、はい、これでルールとしては1本なんですかね、それとも2本選手なんですかね。はい、ルールはあの何本一発、なるほど、一発勝負だそうです。一発勝負1位というような話で、はい、はい、まあ、先ほどあの今あの現れてヨッシーのカバンを持ってネオンさんらしいんですけれども、あの乱闘で11なんとかを叩き出したらしくて、1人で11撃墜してるみたいな感じでやばいって言われて化身ですね、暴力の。まあただ今揃ってる顔ぶれなかなか面白いメンツが揃いましたね。関東勢にはとても疎いので、はい、ちょっとわからないですね僕。そうですね、非常にあのキャラクターとしては多分いろいろとした形で出てくるんじゃないかなと。すごいリンクコールが、リンクとフォックスとあとなんだ、シュルククラウド、シュルククラウド、よし、そしてブラックピット、よろしくお願いします。というわけで始まりました、シュルクだけキャラかぶり。さあヘッドセットを獲得するのは誰か、始まりました。さあ8人と比べてだいぶ狭くなっているので、はい、この辺すごいあの、キャラクターも結構かなりいいというところなんで
早速出てきたのはユキノ、とても強力。まずはカメハチで動いてるが、ここで冷凍パンチ、イーベイが出て適応力の突進で敵を蹴散らしていく。さあ、本物がそれぞれと撃中狙っているところでダメージはもろもろ溜まっているところなんですけれども、チーさんと投げたポッコ、チーさんまでゲッツイ、ヨッシーは 150% 近くあるが倒せない、狙われてますね。さあ、その中でさあ上から神が降ってくるぞ、皆さん変わってもっとダッシュアッパーが立ち上がってる横に攻撃でヒット、そう何が当たったかわからない、攻撃で当たった後目の前にモンスターボールをしてすごいですね。さあ激シルク、そのパーセントで激シルク、激シルクの中で古風ライト、はい、古風ライトもうニャースがニャースとポポ非常に古風ライがニャースが古風ライいじめてるさあ勝利の星とても強力、来たのはツーシルク、さあ、はい、よくわからない60% くらいで倒しましたね、ブラックピットのことを。もうすぐ買い物があった、はい、さあ、もう勝利の星で全員ルカリオ状態ですか、おかしい、さあ、復帰を許さないマスターボール、マスターボールです、あ、違う、普通のモンスターボールか、シルが続いて誰が1位か全くわからない状況では来てるんですけれども、はい、さあ、またね、出てきたのはハリマロン、種爆弾で周りの動き範囲がで、またもや黒選手、うわーネオ選手がキャッチする、そしてこの端っこのデデンデ、これは上がりにくい、さあ待って、ずらして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 、クールヒット、そうしっかり連携をポケモンの連携を決めていくというところで、おーおーおー、さあ残り30秒ですが、まだまだ分からない、もう1位が予想つかないですね、これ、ね、さあ、ここでメルエッタ、先ほどから大暴れしてるメルエッタなんですけれども、さあ、球が回ってさあ、もうマスターボール出てきたのはドローワーク、ドローワーク、さあ、フラクだって誰を狙う、あーっと、切られてるわ、スー選手、スー選手、ヨッシーエッタ、ダメージが入ってしまった、縦であと数秒生き残る作戦ですね、スー選手、さあ、残り6秒、はい、死ななければ安い、なければ安い、メテをやって、あーあとここで勝っていったのはツーシルクですね、おめでとうございます、ツーシルク最後死ななかったのが、やられなかったのが大きいですね、勝てて無事に逃げ切りました、はい、があるんですけど、ちょっと今なくて、明日来るんだったら明日で、明日来られなければ郵送します、明日後で表彰で渡しますので、今現物はないんですね、そうですね、というわけで、はい、SGC 梅村サイドイベントモンスターボールラットは2選手の優勝で終了と、あとはもうイベント、サブイベントもないですよね、ポケモン側ももう終わりましたもんね、はい、会場自体は今日は何時前なんでしょう、